人生を奪われたっていう、それがこの光景だったんだね。この牛たちは必ずね、原発事故の生きた証人だよ。国の指示で殺処分しろと言っております。全部殺してしまえと言っております。僕たちは畜産農家として絶対にこの国の殺処分の方針に同意はいたしません。原発どう調整する町づくりってね、やって推進してきた一人だから、まあ安全だとは言えども、こんなことにはなるほどは嫁にも誰も思わなかったね。息子は帰んないって言ってます。孫いるから、俺は帰んない。自分の愛着を持って飼ってた牛が、殺すのに同意しなさいよと、そんな馬鹿げたことないですよ。それはそれだけは絶対嫌だなって言って、同意はしなかったんですよ。夢のようだよ。買いちゃもないし、やらちゃもないよ、もう。今の牛を使った研究というのは、国はもう被爆した当初の被爆線量がわからないから研究の価値はないという言い方をもう早い段階でしてまして、それで国の研究機関の方々は手を引いてたんですね。これ、これはちょっと、去年みたいな、こんなじゃなかったんだろう、通常の牛に起きる皮膚病とは全然違うんだ。なんだろうっていうことさ、これは被爆の影響なんかは含めてね、考えていかないと説明できないんじゃないかと。悔しいね。ダメかもしれないけど、どんな形でかも役に立つようなことで、それを利用できないかっていうことを考える。これはね、あれですよ、皮膚病ではないですよ。突然変異。原発事故起きたら元になんか戻んないんだよ。